どうも高井です。いいもの買い、荷物は買わない、金の価値観。デフレという時代になってから若者の何々離れという言葉は流行りましたけど、田舎でも若者と年寄りの乗っている車って全然違うんですよ。田舎は絶対に車とかないと移動できないっていう、それぐらいインフラが整ってないところってあるんですよね。まだまだ若者は安ければ別に軽でもさ乗れりゃいいっていう価値観なんですけど、高齢者って未だにいい車乗ってますかね。いい車だったら、あ、多分あの車高齢者運転してるなみたいな。若者でいい車に乗るっていうのはよほど車の趣味があるっていう人、この車じゃなきゃいけないんだっていうこだわりの持ってる人以外は乗らないんですよね。これは皆さんも理解していると思います。車とか家って税金も高いし維持費も高いし、そのことを考えたら車とか家ってやっぱ手放すよね。そのことは皆さんも、うんうん、確かにそうだよ、何当たり前なこと言ってんのって思うかもしれない。若者の消費活動の中心がスマートフォンになりつつあります。それがこの本に書いてある。スマートフォンってパソコンと違って二窓はできない。二窓って何って言われちゃうと、資料を複数見ることができる。スマートフォンだとたった紙ペラ1枚ぐらいしか見れないんだけど、それをスライドして見る。パソコンだと2枚3枚と多数の資料を目を通せる。これっていいことなんだよ。商品の数で言ったら複数の商品を同時に見て、うーん、これかな、いやこれかなって見ることができる。でもスマートフォンだと一つの商品の情報しか見ることができない。極めてシンプルだね。その情報を見た上で、じゃあこれにしようっていうふうに URL のボタンをクリックして、そこで購入する。購入サイトまで一気に飛んじゃうってことだよ。逆に言うとこの状況は非常にシンプルで誘導しやすいとも言える。おそらく皆さんが見ている情報って星5までの評価だったら4とか5、もしくはお得だなって思ったような、これは詐欺じゃないよねっていうような、そういう情報を消費者のコメントで見て判断してると思うよ。そのコメントが正しいかどうかも複数ついてたら多分間違いはないだろうって考え、そうじゃないですか。比較的に企業からの都合のいい営業マンからの情報よりかは消費者コメントの方が間違いことはないだろうっていうふうに、ちょっと安心して買える。そのことを考えたら、そうだよね、やっぱそうだよねっていうような話しか今日はできませんけど、それでも今の高齢者の方々、若者の視点っていうのはこの本一冊で大体わかると思います。所得以外のことはわかると思うので、ぜひとも全ての世代が読むアンケート本だと思います。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。